鬼、日本の神話悪霊の一種、江戸時代の絵画。スペイン、マドリード、パルケデルブエンラティーロの噴水で、ラテンの像。破壊の天才の勝利、ミハルスジシーの作品、1878年。悪霊とは、神話、宗教や小説における、超自然的な悪しき霊。キリスト教や仏教など宗教ごとに意味は異なるほか、地域ごとにも意味は異なる。 たたりをする資料を指す宗教もある。悪霊は、たたりや呪いによって、災いの原因となると考えられているものである。英語の、イービル・スピリット、ドイツ語の、ブーザー・ガイスト、ボス・ガイスターなど、あるいは、悪魔、悪心などにあたる概念が、悪霊と翻訳される。呪術師、勘主、祈祷師などに、悪霊払い、みそぎ、払いを依頼するという習慣やしきたりは、東南アジア、 インド、スリランカ、日本などのアジアをはじめアフリカ、中南米など世界各地に見られる。例に対し前例と悪霊の二元論が徹底せず、曖昧な社会もある。一方、西欧のキリスト教のように悪霊を、絶対的な悪の存在として一元化し認識される、場合もある。また、キリスト教など表意をするのは悪霊のみで精霊がつく、ことはないとする立場もあり。 一神教的文化が支配的になった社会では、憑依の概念が悪霊や異教徒の領域へと押し込められていったとする指摘がある。歴史的には、霊的対象と個別取引を行う信仰と世界宗教による不変化の間に葛藤、共存、融合が見られる。コゲルマン社会は、死者と少女との個別取引、直接交渉。 直接対決を許容する文化で死者が、悪しき亡霊に変身した際には、個々の対処が必要とされたが、キリスト教社会ではあらゆる災い元が、サタンや悪霊など、絶対的な悪の属性を持つ存在に一元化され、これを神の力で排除するという枠組みに変化した。これに対して、仏教では怨霊を力づくに重複させるというより、経典読書による供養を通して、 悪霊との和解を模索し沈めるという仏法の力による悪霊の救済の枠組みで捉えられる。聖書にはイエス・キリストが悪霊を追い出し、病を癒し、また弟子たちに悪霊を追い出す権威を授けたと書かれてある。恐怖のテルトリアヌス、アウグスティノスは異教の神々は堕落したお使いである悪霊だと説明している。カトリック教会にはエクソシスム、エクソシストがあり、 プロテスタントでは、悪霊を追い出しと呼ばれる。サタンと悪霊は堕落したお使いという共通点があるが、サタンと悪霊は区別されている。この場合、サタンは堕落したお使いの階級的頂点にある存在であり、悪霊はその手下を指している。ウェストミンスター信仰基準は、全人類の始祖が、サタンの悪巧みという枠にそそのかされて、罪を犯し、堕落したために、 人間は生まれながらにして怒りの子、サタンの奴隷であると告白する。福音派はノンクリスチャンがすべて悪魔の支配下にあり、宣教の働きは彼らを悪魔の支配下から神の支配下に移すことであると定義する。仏教では因果の理法という普遍主義的原理の下で悪霊が捉えられる。例えば、ホッケ元気の天皇寺の別当道明アジャリには、 悪霊に取り憑かれた女性が登場するが、この悪霊は、女性の死んだ夫で、生前に悪事を重ね仏教的苦読を積まなかったため、阿鼻地獄に落ちて苦しんでいるという構図になっている。この話では、男が生前に一度だけ聞いたアジャリという構想の、度胸が唯一の救いとなり、女性がアジャリを訪ねて度胸してもらうと、男は地獄から脱して邪神に生まれ変わる。このように、 悪霊は、必ずしも少女に対する恨みを晴らすために出てくる、恩霊とされているわけではなく、仏教的理念の下では因果応報や、追善栄光などの普遍主義的原理の影響を受けている。工辞園第4版、工辞園第5版、ハット AB 池上義政、死者の救済誌、角川選書、2003年、235ページ。池上義政、死者の救済誌、 門川選書2003年、143ページ。池上義正、死者の救済誌、門川選書2003年、166から167ページ。池上義正、死者の救済誌、門川選書2003年、9ページ。AB 池上義正、死者の救済誌、門川選書2003年、143ページ。池上義正、 死者の救済し、角川選書、2003年、88ページ。それからイエスは十二弟子を呼び集めて、彼らに、すべての悪霊を制し、病気を癒す力と権威と、お授けになった。ルカによる、福音書、9、一マタイによる、福音書、10、8ルカによる、福音書、10時17分首都行伝16時16分マイナス18、神の国、 ビリー・グラハム、天使命の言葉者、ウェストミンスター信仰告白第6章、人間の堕落と罪、及びその罰についてウェストミンスター小教理、問答問27、ウェストミンスター信仰基準信教出版社、キリスト社の戦い、申請書辞典、小山玲事、ローマ教会への手紙養軍者、池上義正、死者の救済士、角川選書、2003年、69ページ、 池上義正、死者の救済士、角川選書、2003年、70ページ。AB 池上義正、死者の救済士、角川選書、2003年、71ページ。池上義正、死者の救済士、角川選書、2003年、72ページ。ありがとうございます。